私の顔を取り上げないで。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、それじゃあ出発していこうか。今回は、はい、プーさん、そしてミラさん、ミラさん相変わらずやる気が、はい、そしてメグちゃん、この4人で行こう。まだまだね、こう人間関係つながってないとこいっぱいあるけんね。ここもメグちゃんとミラさんつながってないし。来た来たよ、来てしまったよ、大魔王アスムのところに。ついに、うははは、お前か、久しぶりだな。大魔王アスム、覚悟しろ。俺を倒すというのか。うは、うははは、お前は本当に面白いやつだ。面白がって遊ばせておいたが、そろそろ終わりにするか。いただこう、その顔を、魂を、そして命を。あれって顔が外れたまんまになっとったら、そのうち死ぬんかな。私たちは負けない。行くぞ、大魔王アスム。そう、ついに、ついに。え、大丈夫？めちゃくちゃ適当に選んだメンバーやったんやけど、大丈夫？そんな選び方で。大魔王相手ならね、全員出動するぐらいでいいんじゃないかって思うけど、とりあえずノリノリになっとこうか。さあ、行こう。ヤッホーイ。もうちょっとハイテンションで行くぐらいでね。あ、でも一応、アユナもそうやし、プーさんも、戦い的には、ね、いいんじゃないかと思うけど、どうだろうか。メグちゃんがちょっと攻撃力はないんかなっていう感じはするけど、どうかな。顔、顔、大丈夫っていう顔でもないし、感動してる顔でもないよね。おー、いいよ、いいよ。これ、ハイテンションはどれぐらいまで続くんやっけ？何ターンとか決まっとんかな？あ、やばー。めっちゃいい、めっちゃいい。いいよ、いいよ。どん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 そうやって協力して攻撃仕掛けてって。ひゃっほーい。ね、手助けすることによって、ターン数も多くなるし、本気を見せてやろう。あー、仲間とか呼んじゃいます。顔ついてないから、あっつける、もしかして。あたしの顔取り上げないで。可愛いんですけど。普通に可愛いんですけど、やめて。てかさ、これせっかくのハイテンションが終わるんじゃないの、ちょっとやめてよ。これは、倒さんかったら戻ってこんってことよね。てか可愛いんやけど、両方可愛いんやけど。あ、興奮冷めてしまった。おー、向こうでも仲がいいのね。敵に回っても仲がいいのね。それは微笑ましいことではあるけれど。ちょ、みんなやってしまえじゃないよ。頑張って、みんな、みんなっていうか2人だな。2人だな、頑張って。めっちゃ助け合ってるんだけど。微笑ましいけどよろしくないわ。お、あ、でも弱いんやね、相手は。なるほどなるほど、じゃあ大丈夫かな。あとはプーさんだ、プーさん避けて、めぐちゃん。うー、ナイス。ナイス、いいよ。マイペースにやる気。から焼き一発。さあほら、あとはね、大魔王アスムを。え、でももうちょっとやっつけれそうじゃない？そうでもないかな。お、オッケー、いいよいいよ。顔、アスムの顔もちょっとよろしくないことになってるけれど。いけ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 。さあ行くんだ。
誰か助けなさい。おお、ナイス。これは安全地帯のところを押したら相手の体力見えるんやったっけ。どれぐらい、あと、あとちょっとや、めっちゃあとちょっとやん。頑張って、いける、いけるよ、いけるよ。やっぱり最初のノリノリが良かったね。あれ多分一気に体力減らせたけん。あー、仲間呼ばれる。やめてよ、誰。あー、ミラさん。ってことは次はメグちゃんかな。やっぱみんな可愛いんよね。あ、ほらほらほら、来たよ来たよ。デビルばっかりなんやね。ほらメグちゃん、とりあえず一通り取っていく感じね。やめてよ。ミラさんは敵になっても味方になってもデビルだから。いけ、からやき。ってかあれやん、このアスムとの対戦になってからまだ誰も一回も回復してなくないねえ。とは相手は攻撃力はそんなにないってことかな。あ、でもバナナ誰か食べた。誰か一回バナナ食べおったね。それぐらいかな。まあ相手のデビルも攻撃力すごい弱いし、いけるでしょう。イエーイ、アスム速攻でやっつけたやん。やったね。よし、メグちゃんの顔も取り戻したし、一件落着。おう、これでただの人に戻るのかな。勝ったぞー。お、レベルアップ、ボーナス経験値ゲット、やったね。ってことで、このボーナス経験値をまず、ミラさん。オッケー。はい、レベルアップ。究極の美味特上。さあ、やっつけたよ。意外とあっさりやっつけれた。よかった。何かが。本体が。これめっちゃね、妖怪ウォッチに出てきそうな感じするよね。てか、キュッピーみたいな感じじゃない？う、男の子やってこんな感じなんか。ここは一体、僕は何を、どこへ行くんだい。ふん。ついに大魔王を倒しましたか。さすがです。あなたならできると信じていましたよ。おー。あー、危ない。うわ、危ない。うわー、あはー、なんてこと。おお、これが俺の新しい体か。うおー、みなぎるぞ。あー、乗っ取られてしまったよ、超魔王マリア。これが大賢者の力か。大賢者の力を得た俺はもう大魔王を超えた魔王、そう、超魔王だ。ムハハハ。笑い方まで変わるっていうね。二人がめっちゃバタバタしよる。ほほほ、わしだよ、わし、神様だよ。困ったことになったの。どうやら魔王の本体はさっきのモヤモヤっとしたあれらしい。ただの人間アスムに取り付いて大魔王になっていたということか。そして今度はやつめ、大賢者マリアの体を奪い寄った。体だけでなくその力もな。大賢者の力を得た超魔王はとんでもなく強いぞ。だがそなたも仲間たちももっともっと強くなれる。すまんが世界を救うため超魔王を倒してもらえんか。それでは任せたぞ。ほほほ、そんな軽く任せられてもね。大賢者マリア、私をかばって助けないと。でもどうやって超魔王を追いかけよう。さあそこで、おはよう。のんきに現れてくるドラゴン。なんか困ってるみたいだね。うん、
なるほど、超魔王を。よし、助けてもらったお礼に手伝うよ。まだ誰も何も言ってないけどね。さあ乗って。ありがとうドラゴン。かわいい、この運び方がかわいいよね。手に持っとるっていうミラさんだけちょっとすごい危険な感じやけど、私ドラゴンに抱っこしてもらいたいんやけどあの状態のめっちゃいいな。この背中に乗るんじゃないっていうのはねうわー、世界って広いんだね。そうでしょう。でもこんなに広いと超魔王マリアを探すの大変そう。そうだね。あ、そうだ、なになに、旅人の街って知ってる？知ってる、一回行った。え、本当に知ってるの？うんうんうん。だったら話は早いね。旅人の街に行けば何かわかるかも。よし行こう。ミラさんずっとあの状態で絶対腕疲れるよね。はい、新たな場所。旅人の街。あ、かわいいかわいい子いた。なんか顔と体が合ってないよ君、大丈夫？とりあえずびっくりマークの出てる君かい。勉強好き僧侶パチュリー。はあ、早くなんとかしなきゃ。雪の国で雪男が大暴れしてみんなが困ってるんです。なんとか助けたいんだけど、私一人じゃ無理みたいで、あなた手伝ってくれませんか？ちょっと待って。そう、残念、一人で行くしかないですね。そんな泣かないでくれる？とりあえず、ん？やっぱこの二人ってことかこの二人ってことか。よし、じゃあ一緒に行ってあげましょうか。行きますよ、私が。氷の大地で暴れている雪男をやっつけて。俺や特上ゴーレムステーキ激レア3個、パチュリーが一緒に来てくれるんよね。引き受けよう。ほんと？ありがとう。じゃあ早速行きましょう。行きましょう、行きましょう。街の情報やアズリエル。ん？あんた見ない顔だな。何？超魔王を探してるって？超魔王マリアってあれだろ？大魔王アスムが進化したってやつ。情報早くない？ま、情報ややけんそういうもんなんかな。どこにいるかは俺も知らんが、けどこの街の誰かが知ってるかもしれん。ここには世界中から旅人が集まるからな。そういえばなんか一人だけびっくりマークがついてない人がおったよね。どうも、悩む探検家税金むむむ、これはチャンスかも。僕もバッチリ強くなって、キャー素敵税金さんなんてね。ふっ、照れるぜ。あ、君は。僕だよ、探検家の税金だよ。君だけにお得な情報をあげる。エルフの国のハスの湖にね、珍しい怪物が大量発生したらしいよ。なんでもその怪物たちやっつけるとすごく強くなれるみたい。ハスの湖行ってみる？ハスの湖で珍しい怪物を倒してみる？なるほど。でもびっくりマークついてなかったけど、どういうことなんやろ。こっち先に行った方がいいんかな。まあ、行ってみようか。じゃあ場所を教えてあげる。僕はやめとくよ、どうせ勝てないし。はい、行けよ行けよ。場所だけ教えてくれるってこと？さあ、じゃあとりあえずエルフの国へ。そしてハスの湖。あ、ここや。あのでっかいハスの花のところやね。行きます。あ、なるほどね、ピョンたちや、ピョンたちってことでピョンたちに挑んでいきますか。ピョンたちっていうか、そっか、一番奥にでっかいピョンがおったんやっけ。これ行くか。お金欲しいな。わかる。それでね、いろいろと強化していかなければいけないからね。
超魔王マリアを倒すために頑張っていきましょう。固めのピョン怖い。え、待って、早くないっすか。え、メグちゃん早くない？どういうこと？なんか一発でやられたんだけど。そん、え、え、そんな、ちょっと待ってよ。え、ミスピョンってそんなに強かった？弱いのはミノピョンだけですか？大丈夫大丈夫、全然大丈夫、周りに花飛んでるから。ビーム。あ、ほら一匹だけ残ったよ。頑張れみんな。防御、あいつ結構強いんかな。防御してあれだけ効いてるってことやもん。え、強い、普通に強いんですけど。なんとかやっつけたけれど勝利。はあ、緊張した。メグちゃん大丈夫かい。とりあえず、はい、まだレベルアップにはならないか。お腹減っちゃう。まあね、走って移動してたらお腹も空いてくるさ。また宿屋に着いたら美味しいご飯があるから大丈夫よ。だいぶ強いな。え、びっくりするぐらい強かったな。なるほどね、そりゃ一発でやられることもあるね。特に普通に攻撃してきてあれやったら、ちょっと急所に当たったりとかしたら一発だね。じゃあ水ピョンを真っ先にやっつけなければいけないんじゃないの、これは。新しい技、誘惑。プーのハートをくすぐる。お、いいぞいいぞ。え、これは、あれ？なんやっけ？ノリノリのふりかけをかけた時と同じ状態ってことよね？よね？あ、めっちゃいいやん。いいぞいいぞ。いいぞいいぞこれ。超回復料理。自分も結構体力ないよ。気をつけて。まあね、宴会料理を作るほどみんながダメージを受けてるわけではないけど。オッケー。みんなもうちょっと水ピョンをやっつけた方がいいんじゃないかな。まあね、数を減らすっていうのも大事なことないけどね。はい、何褒められて上機嫌に。ほら、ミノピョンなんかね、1しかダメージないのに。かわいすぎか。あ、もう興奮解けたの早くない？一旦だけ？おー、頑張れ頑張れ。お、いいぞいいぞ。いやー、プーさん大丈夫？よりも回復をしてください。普通に攻撃しだした。あ、宴会料理や。なるほどね。まあ、自分とプーさん。うぅ、やっつけたわ。さっきの恨みやね。めぐちゃん。やったね。やったねって顔じゃないけどね。はい、そしてこれをまた、めぐちゃんに。もうちょっとで、あと1回で多分レベル上がる。宿屋を目指して走れ走れ。はい、宝箱はもちろん開けていきます。お、めっちゃゲットしてん、やったね。そう、食材もね、結構ないけんね。大事大事。対策ばっちり。対策なんか練ってるの？私的には別に何も練ってないんだけど。お、何？誰か来た。カタログが届きました。お小遣いから開いてみましょう。カタログ？あ、ある、カタログ。カタログで好きな武器や服を注文できます。宝箱などから新しい武器や服を手に入れたら、カタログの品揃えも増えていきます。カタログから注文すれば、みんなに同じ武器や服を買ってあげられますよ。あ、それは何？職業関係なくってこと？へえ。
まあでも一応職業別に分けた方が見た目的にもいいよね。とりあえず今のところプレゼントできそうなものは、あ、都の翼いけるやん。チョコレート買っておいで、ちゃんと。オッケーオッケー。さあこれで皆さんセクシーに。どれがいいかな。でもこれちょっとかわいい。これでいこう。さあそして料理をお任せで。なんだなんだなんだ。あ、でも全員や、これで。さっきのさ、あれは特上のビミやったっけ、名前忘れたけど。あれ誰が食べたんやろ、めっちゃ気になるんやけど。スパイク手袋をください。これあれやろ、くるみやろ多分。猫ください。あ、これいけた。んーじゃ、おー、ギリギリ。ちょっと通り過ぎて経験値に行くかと思った。景品スパイク手袋ゲット、やったね。はい、いいね。いいね、一気に強くなった感が。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、なんか、クエスト受ける順番とかよくわからんねんけど、とりあえず全部受けていけばいいんかな。